鈴木でございます。ここね、ほら、こうふわっときて、ここだけキュッてこう、ここだけちょっとこう、なんていうのかな、R が小さくなってるでしょ。ここの部分、どうせ縫ってここはギュッていくんでね。だここの、ほんのここの部分だけのことで、あの、隙を入れたわけでございます。ほんとビビたるもんでしょ。別に、やらなきゃいけないもんでもないと思うんだけど、自分が納得するためにやってます。で、ドラムでね、これでザーッと削りを入れた後に、ね、あれは当たる面が本当点なんで、ちゃんとこれで面を出してあげる。初めから全部これでもいいんだけどさ、全然それはそれで、まあ時間短縮アイテムですかね。でもあれだとこうちゃんとした面が出ないんで、そうこれね、もうずいぶんな、何百とね出回っておりますので、またね、うち以外からでも結構これ面にするようになりましたのでね、ぜひ使ってない方は使ってみてくださいませ。これたったこれだけのことでも違いが出てくると思いますよ。だしいろんなことに気がつくと思います。まあ自作もできるアイテムですけどね。そう、小歯磨きとかっていっぱいいろいろ言うけど、で俺もいろいろ言ってるけど、まずは平らな面があってのことですからね。そう、まずは平らな面です。そこを抜きにしてね、ああだこと言っても全てうまくいかないですから。まずはこの基本のになる面、その面を作るための道具なのでとても大事ですよ。まあその面っていうのも別にパシッと出てなくて、うねうねしてんのが好きっていう、っていうかそうしたいんだったらそれは全然鼻から元のね根本が違うんで。話は多分噛み合わないですけどね。そう、僕はですけど、このここまでやってから塗ります。ね、なんちゅうのかな、このさ、今やってる作業っていうのは縫い終わった後の作業とされてる。解説しているところがほとんどだと、最近は そういう解説は読んでおりませんが、僕は先にここまでやりますね。ただまあミシンで縫うんで、このアイテムはね、なので特にこうねじねんを引いたりしませんが、まあ引いてもいいんですよ。目印になるんでね。こういう作業とか工程をさ、なんか解説したりするんだったら、こんな数やんなきゃ、2、3個でやればいいのにね、俺も。まあ、しょうがない。そのために、
動画のためにやってるんじゃないと自分に言い聞かせます。あくまでやってるお仕事のついでに動画なので、この辺のことはご容赦くださいませ。で、今回はこれどんぐらいだろう、1週間ぐらい持ってほしいな。で、その間に次のやつをやってとか、勝手に自分でそんなのを組み立ててますが、絶対その通りにはならないんでね、そういうのは。まあ、初めの1個2個、いや2個3個でもいいですけどね。あれ早く解説したい。ちょっと面白いものがあるんです。そう、ここに針を落としてんで、こっち側に定規を合わせるみたいなね。よいしょ、1個だけやろうかね。よし、結構熱いし、糸調子は、あ、いかん、糸変えてなかった。前回のお仕事で使った色のまんまでした。じゃあ今回は黄色からいこうかな。何個ある？黄色のアイテム、よいしょ。まあこれ、こんなのここでザーッとダラダラやっててもしょうがないんで、一回継ぎますね。はい、続きです。そうそう、前のロットの違うお仕事の色がの糸が入ってたんで、糸を変えて縫って、また色を変えて縫ってる最中で、もうすぐ終わります。このさ、もうすぐ終わるって言っちゃってるけど、このミシンこそさ、ミシンこそいろんなノウハウはあるもんです。またそれは別の機会にということでね。ミシンは本当に深いですよ。まあ難しいと感じるかどうかは人それぞれだと思うんだけど、ミシンはね、僕は長らくまあそんなこともねえか、ミシンも結構もうやってるけど、なんちゅうんだろうな、ミシン、まあ手縫いもやるじゃない。ミシン専門でやってる方々はやっぱすごいよ、うん、ノウハウが僕らとは違うかなっていう気がします。ほんですね、そう、ミシン一つとっても小物だったり大物だったりバッグだったりいろいろじゃない。だから僕が言ういろいろ説明しても多分限定的なことになっちゃうのかなっていう気もしますけどね。よし、ミシン縫い終わり。まあこれぐらいの数だからね、これがね100とかやってると結構な量ですよ。で、糸を処理しましょうね。糸の処理の仕方も人それぞれですね、いろいろあると思います。僕はもうこのボンドがやばい、
八甲さんのマイペンアルファの虜ですよ。切って溶かす、切って溶かす、他の糸にくっつける、切って溶かす、で先端が細いんでやりやすいです。あとはね、ざっくり粗磨きして念を入れて、念を入れたら端が潰れるというか、ギュッと圧力かけるんで小刃にまた影響が出るんで、もう一回そこを削り取って、で本磨きで終了と、そんな流れになっております。今回は一回そこまでね、細切れでこう継ぎながらやろうと思ったんだよ、思ったんだけど、前もやったしね。よいしょ、こんなんでもさ、ほんとね、ミシンは奥が深いですよ。ほんとにミシンは楽しいだし、このミシンの糸目も好き。ミシンで出せる糸目ね。手縫いももちろんいいよ、いいんだけど、ミシンはミシンの良さがあると思います。ねえ、8番5番1番なんてぶっとい糸はさ、昔はね、ぶっとい糸だったら手縫いなんだろうなんて、このレザークラフト僕がやる前は思ってましたけど、そんなことはないわけで、中には0番縫えるミシンだってあるしね。これも多分ね、0番縫えるんだよね。縫えるんだけどやってない。その前にあれか、糸目を落ち着けるかな、叩いてね。そうなんですよ、そうそうそう、これこっちね、アウターにポケットがついてるミニウォレット、これもね、お問い合わせがすごく多いんで、もっともっと数たくさん作りたいんだけど、手縫いでやってるんでそんなに数上げられないんですよ。ミシンに戻すかなーって今悩んでます。まあ、ミシン縫いだったらね、もう少し価格を下げてもいいのかなと思ったりもしてますけど、わかんないです、迷い中でございます。そうなんだよね、買ってくれる方は本当にね、これも何度も言ってますけど、ミシン縫いか手縫いかって気にしてる方ってそんなに多いと僕は思ってないです。よっぽど作る方の人の方が気にしてる気がするけど、実際僕もね、革製品昔から好きでしたけど、自分がレーザークラフトをやるようになる以前は、別に手縫いだからどうのとか、手縫いじゃなきゃ嫌だとか、これミシン縫いだとか思ったことないですからね。まあ好きな作家さんとかいてさ、ね、職人さんね、でその方が自らがこう手縫いで仕立てたんだなんて言うと、それは魅力的だなと思ったりもしますけどね。こうやって落ち着けるといい感じでしょ。でここも縫ったから余計わかるよね、チュッとここがキュッとこうなるのが、そう、そこがポイントです。でこのブルー系にイエローのステッチが結構気に入ってます。どうだろう、今日中にこれあげられるかな。毎日
1日ね、毎日これぐらいの数を上げられると少々ね、在庫も潤うだろうなって思ってますけど、毎日こんぐらい作って、これが毎日ね飛ぶような勢いでバンバンで売れてたら、そりゃフェラーリが買えますわ。そこまでうまい話はねえかな。よし、じゃあ1個だけ仕上げようね。1個だけね。よいしょ。これが今回、これ新しく作んなきゃダメかな。この配合が今気に入ってます。一番の配合ね。塗る。一個だけって言ったけど、まあちょっと、きなりをやりましょうかね。料理番組ってさ、ね、こう段取りしといてさ、こう次から次へとこう工程を飛ばし飛ばしてアイテムがやってきて、で何分やるとこうなりますみたいなのあるじゃない。あんなんできりゃ一番いいわな。うん、この配合ね、この配合は結構グッと食いつきがいい。でもね、このグッとくるこの食いつきがいいと感じる人と嫌だと感じる人がいるからね。だから配合をおすすめしてるわけです。ほんとこれ、この配合って、ちょっと強めにギューっと、そう、シュパーっとこう、シュパーっとくるもんね。うん。で、よいしょ。ね。ライターがどこ行った？よっ。いけそうだな、これ。今日ね、今晩全部出しようかな。出しようかな、だって。そう、これも一回で全部やらないとさ、これがね、せっかくこう温めたらまた冷めちゃうじゃん。で、大した時間じゃないんだけど。十って言った、今。十って。押されるからね。で、細かい番手のヤスリでこのグッと押された時にこっち側に出たようなやつとかをこう鳴らして、この時に違う配合のものを組み合わせるっていうのもありやと思います。あまり複雑にしすぎると自分でもわけわかんなくなってきますけど、ね、少しずついろんな配合を試しながら、あ、これがいいんじゃねっていうのを見つけてもらえたらなと思います。ワイルドな感じの方が好きな人もいるだろうしね。そ
そう、これもね、小歯磨きなんていうのもさ、こう、なんちゅうのかな、あ、いかん。ということで、動画終わります。仕上がりこんな感じ。じゃあね。